また歴史の歪みが発生しようとしています。またなのか、いいでしょう。おそらく今回の歴史の改変もドミグラのワームホールが原因よ。ほう。だとしたら放っておくわけにはいきませんね。うん、まあやるのは俺なんだけどね。あんた何もしないけどね、俺がやるからね。うん、トランクス何もやってくれないから。今度の歴史では宇宙から来た人工生命体ベビーが相手です。ベビーか、いいね。 GT 編に出てきた敵ですよね。父さんやゴハンさんをはじめ多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。ほう。誰が敵として現れるか分かりません。くれぐれも注意してください。わかりました。まああんたも来てくれたらね、それは戦いやすいんだけど、あんたいつも来ないからね。二人で戦ったらすぐ終わると思うんだけどね。なんで俺一人でやらないとダメ。いや申し訳ない、俺はタイムパトロールだ。 OK、 わかりました。来ましたね。目を覚ませ、あっちのトランクス。何、あっち、どっち、そっち、ロッチ、俺でゲス。なんだあっちのトランクスって。失敗条件は自分の体力がゼロになること、パンの体力がゼロ、成功条件は敵を全て倒すのが条件ですね。いいでしょう、わかりました、やっていこう。パンは、悟空の孫ですよね。ご飯とビーデルの娘になるんですよ。あー、パンかわいい。トランクスどうしたんだ、震えてる。おいおいおい、こんなちっちゃな子に手出すとか、お前、おい、トランクスロリコンじゃねえか。トランクスロリコン疑惑出てきたよ。おい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 、俺は生まれ変わったの。どうしたんだよトランクス、どうしたんだよ。スフル人としてね。スフル人として、オッケー、じゃあトランクスをボコボコにしていきましょう。まさか、あー、パン弱いな。パンもやられるとアウトだからね。あ、これちょっと難しいかもしれない。どうしたんだよトランクス。おいおいおい、お前ロリコン、ロリコンくん、ロリンクス、おいふざけんなよ。パンに手出すな、ハゲ。ウタファイティングボンバーじゃん。死は免れへんで。オッケー。地球にいたの。かわいいな、声がいいね。パンの声好きなんだよな俺。あ、ロリコンみたいになってるけど、そういう意味じゃないからね。俺ロリコンでもなんでもないから。ロリコンと一番遠いとこにいるのが俺だからね。よろしく。よし、ロリンクスと一緒しないでほしいわ。敵を全て倒すだからね。これ多分トランクスだけじゃダメだよね。やめろ、トランクス殴るんじゃない。すごいボコされてる。なんで腹立つの。おちゃんです。ウタファイティングボンバー、とどめじハゲ、ボタンです。えいで、まず1回目倒した。次何来る。うわお、マジでベビーオーザルじゃないか。これ倒すんかい。いや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 、まだ残っていたのか。マジで、わお、これ過ち死んだ。あうち、ダメ。そうなんだよね、オザルはもうすぐやられるからね、逃げないとダメなんだけど。うわーなんて邪魔だ。うせえベジータ、貴様それでも俺の弟子か。弟子じゃねえよ、師匠とも思ってねえよ俺。お前は俺を弟子だと思ってるけど、俺はお前のこと師匠だとは思ってないから。むずいなこれ。よし、再びやっていきましょう。トランクスを倒すんだ。ロリンクスね、うん、トランクスじゃない、もうこんなただのロリコンジジイだよ。はい、あい、なに、こいや、パンにダメージを与えさせへんで、こんなロリコンすぐ倒すで。ロリコンは世界の敵だ、消えて、消えろ、ハゲ。あ、喜んでる。パンにボコボコされて喜んでる、あかんこの人。ガチで、ガチでやばい人だ。しゃあ、こいや、何やな、参ったなじゃねえよ、来いよ。お前ほんとたまに来て。たまにはトランクと一緒に戦いたいな。いつも俺がこれやりに行くからね。いいのかな俺がそんなしちゃって。トランクはいいの。一緒に死んでもらう。死なないよ。その言葉聞けただけで俺はいいけどね。もうトランクスなんてボコボコするよ、関係ないからね。みんな敵になっちゃった。でも悟空おじいちゃんね、そうだ、悟空おじいちゃんな、なんかしてくれる。今までもなんかしてくれた。しゃ、新しい力、なんだ新しい力。あ、まさかスーパーセイジン4かな。そういうことだよね。今さら遅いよ。トランクス賞金戻ったのか。油断しないで、これくらいじゃベビーの洗脳は解けないはずです。騙されない。あ、このロリコン最低じゃな、嘘つきやがった。ロリコンの上に嘘つきやがった。もう許せないね。死刑じゃダメだよ、もうボコボコにしてある。死刑の上ボコボコにしてある。カモン、えい、まずトランクス撃破。すげえやつだな。
で、ベビーですよね。先ほどはちょっとピーマンのミスで一瞬でやられましたけど。わーお。かっこいいね。俺の邪魔をするやつがまだ残っていたのか。まだ残ってますよ、結構いるわ。こいつがベビーです。あの、ダメダメダメ、オーマイゴーシュ、危ねえ、あっぶねえ、やられるとこだった。ちょっと待てよパン、大丈夫かい。ちょっと今のミスったね。どんどん寄生していって、尻尾掴んだらいいんだよな。あー待てよ、パン行くな、パン行くな。あー尻尾掴めないな、なかなか。ちょっと待て、よし掴んだ、完璧だ。おるるゲッチ。んー、まだ半分以下あるね。まずこの緑のゲージを減らさないとダメだからね。おじいちゃん、私よ、パンよ。悟空大猿になってんのか。あ、そうだよね、 GT 品が大猿になるんだよ。そうだ、帰るよ悟空。目を覚ますんだ、こんな可愛いパンが呼んでるのに。悟空、おお、悟空目覚ましたか。うおー言うとるね。ちょっと待って、尻尾がつかめ、よし掴んだ、完璧だ。あーのん、振り払わされた、最悪。あれ、パンいなくなってるね。パンどこ行ったんだ。パンどこ行った。パン、あのののあー、やめろ、尻尾に攻撃してくんじゃねえ、ふざけんな。あとちょっとゲージ減らせるんだけどね、なかなか攻撃当たらん。あーのん、ダメ、あー危ない、掴めないんだよな、なかなか。よし掴んだ、あーがこれも振り払わされるか、最悪。あーダメダメダメ、腹立つな、腹立つな。ストップ、おー、なんだこのジャンプ攻撃。ちゃー、なかなか緑のゲージ減らない。ほら掴めない、掴める、おい、よし掴んだ、完璧だ、これで OK かな。よーし、ダメージ与えれるね、今チャンス。あ、まだかこれ。よし、今チャンス、今チャンス。おるる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 、よー、あー、悟空スーパーセイジン4、わーお、ここに来てきたね、かっこいい。これは頼もしい味方だぞ。頑張ったな、パン。俺に任せとけ。悟空が死ぬわけないでしょ、大猿ベビー、ふざけんなよ。ちょっと強いぞ、よし、今度の俺はちょっと、ちょっとどころじゃないよ、悟空。何嘘ついてんの、めちゃくちゃじゃないですか。スーパーサイジン4、いいね。ドラゴンボールゼノバースではなれないもんね、このダウンロードコンテンツを買わないとならないもんね。超最終決戦と行こうじゃねえか。おっしゃ、あーのん、尻尾を取れない。今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。殺すなんてそんな言葉使っちゃダメ。そんな言葉使わないで、めんどくさいな、早くしろ。のん、危ない、おー、まず一発殴られた。早く尻尾つかまして、尻尾ゲッチュ。あー、またか、なんでだ、めんどくさいなこいつ。あー、つかめない、最悪。あー、腹立つ、尻尾つかませるわ、こら。ノーン、もう普通に殴ろうか。僕大丈夫かい、普通に殴ろう、普通に殴った方が早いわ、これ。もう尻尾つかむのやめた。あー、だ、ただダメージ食らうからね。よーし、今ダウンしてる、今、今、いつやるの、今でしょ、今ダメージ与えないと。ドルルルルルル、よし、あとちょっとね。地球のみんなを巻き込むことねえだろう。そうだそうだ、地球。そんな連中どうなろうとしたことか。随分自分勝手な連中だな。本当だね。めちゃくちゃ自分勝手だね。あ、なんか来る、必殺技、大丈夫。もう一回ゲージ減らさないとね。尻尾掴めねえんだよな。よし、掴んだ。よーし、よかったよかった。成功したね。おら、はい、掴まれ、クソが。へーん。へーん。ルルルルル。あ、まずい、正面のまま自殺行為。悟空大丈夫かい、大丈夫。俺が大丈夫かい。悟空の心配しとる場合やないよ。おお。おお、またジャンプ行為か。おお、やばい。シャート、ちょっと。いいぞ、悟空、ナイス、カメハメハ。あ、ノーノーノー、まずい、わーお、ピンチピンチピンチ、逃げよう逃げよう逃げよう、オーマイゴーシ、すごいスピード、元気カプセル Z、 ここで死ぬわけにはいかんからね。何来る、わお、あー、尻尾つかめない、最悪。よし、つかんだ、えい、これで OK だね。
これで終わり、間違いない。よし、奴はもう死んでいる。お前はもう死んでいる。おーら、これで終わりじゃ、ハゲー。オッケー、フィニッシュ。はい、申し訳ない、ちょっとグダグダ続きましたね。いやー、でも興奮するね。スーパーサイヤ人4悟空見れたよ。あー、ランクアイス、ランク Z ランクは無理でしたけどね。 S 取れたからいいや、満足満足。英雄最高だね。かっこいいな、スーパーサイヤ人4。ああ、倒れてる。上から何か来る。なんだ、回収します大猿回収機です。そんな便利だね、便利な世の中だよ。なんだ。おお、飲み込まれていった。まずい、ワームホールです。あれがワームホールだよね。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。また別世界に、別次元に連れて行かれたね。タウンを守ってくれてありがとな。それほどでも。また会えるような気もするけど、じゃら。かっこいい、あれかっこいい。あれ俺もやろうかな。俺がやったら何もならないからね。様にならないから。悟空がやるからかっこいいんで。俺がやったと思うんで何の意味もないからね。お帰りなさい。お疲れ様でした。お疲れですよ、本当に。ロリンクスと大猿ですか。なかなか厳しい戦いでしたね。ベビーを追い詰めたところでワームホールとは、また厄介なことになりそうです。そうだよね、あとちょっととどめさしとけばよかったんだけど。またワームホールで別次元連れていかれたからね、また別の次元で暴れると思うよ。次の巻物はまた俺が調べておきます。ほう。ええ、そろそろ慣れてきましたよ人ってこうして成長していくんですね。何しみじみしてんだよ何最後のしみじみか。交代してもいいけどね。俺が巻物探してもいいんだけどね、正直。OK、じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。今回はね、GT 編をプレイしてみました。こちら GT 編はダウンロードコンテンツを購入するとプレイできるようになりますよ。購入してない方は遊べないので注意してください。購入すると遊べるようになります。3月の19日に配信されましたね。こちらのダウンロードコンテンツを購入すると GT 編全編が遊べるようになるので、後編はまた4月、3ヶ月連続でダウンロードコンテンツが出るので、また4月になると配信されると思いますので、値段は950円。購入すると GT 編のストーリー、そしてパラレルクエスト、そして GT 編のキャラクターを使って遊べるようになりますのでね、値段は950円と安いので、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうか。面白いのでね。じゃあ次回もまた GT 編をプレイしていくぜ、ベイベー。スーパーサイヤ人4孫悟空かっこよすぎるね。いつか俺もああなりたい。無理だけどねー。